おーい、みんなーポーコニャッチはーポーコニャッチはーコミチンお兄さんだよ兄貴お兄さんだよヨシお姉さんだよみんなよろしくねなんやこれ教育番組感がすげえ E テレね。なるほど。 E テレだからまた再放送来るらしいんだ。あ、そうなの。僕のやつ。あ、なるほど、ちょうどよかったね。はい、ぜひ、ね、ぜひ見てくださーい。ちょっとお姉さんいましたけど、ね、お姉さんボケとかなかったなんでお姉さん、お姉さんだったんですか。いや、わからんけど、なんかお兄さんだよが3人必要ないから必要ない。なんか兄貴さん、どういうつもりで行ったの。いや、もう勢いっすかね。もうなんかじゃあ俺がそのお兄さんだよと始まったけどさ、あー、もう便乗したね、そこはさ。そうやな、お兄さんで。じゃあお兄さん、俺もお兄さん。じゃあこうなると兄貴ズが悪いことになりますよね。おい、悪いね。いや、悪だよね。悪くはない。で、今日はそう、今日は何する、何するっていうか、クリスマスツリー雪がないんだ、何する。雪がないとなったら雪は取りに行かなかもね。雪取りに行く、取りに行く、取りに行く。でもどこに、やっぱでも寒いしやめてくれ。なんで取りに行こうよ。一回寝る、寝る、一回寝るか。なかなかね、やっぱおはにゃちわを、やっぱ。あ、そうやね。そう。見たい。今頃多分星ドラのスタンプで出てると思うんで。あ、マジで。おはにゃちわが。もっと浸透させてこうよ。ああ。いや、ちょ。浸透させたい。死にそうやもん、それ。浸透させたいのに、なんでこう変化球でおはにゃちわ入れようとするの。カズさんが、ふざけて真似するときのやつを、さらにアレンジしようとしたら、ちょっと笑っちゃいました。浸透させてこつのに。全く浸透してたよな。スタンダードやなって。スタンダードやっていかんと。悪魔のうめき声が。皆さんは普通にね。はい。おはにゃちわを。うん、はい、じゃあ、今日は、ちなみにさ、兄貴さ、雪色のカーペット状のやつってさ、地下に作れるの？スノーゴーレムがおれば、もう無限にいけるんで、地下でもできるはず。その雪玉が作れるだけじゃないの？雪玉を4つクラフトすると、雪の塊になる。塊でしょ？それを薄く伸ばすと。薄く伸ばす。ほんと？ほんまに伸ばせるの？伸ばせますよ。伸ばせるはず。めっちゃ不安そうやん。いや、伸ばせるよ。これ伸ばせん方は結構ここから数発使うことになるで。伸ばせるよね。これちょっと調べてみてもいいですか、逆に。調べたらダメ。そうだね。じゃあできる。できる。じゃあできる。じゃあできる。だっていいよ、全然そんな連帯責任や、そんな。そうや。何をそんな一人でビクビクしたの。落ち着け。一人でバカからやっとる。そうや、落ち着けよ。一人じゃないぞ。よし。それらのアンキーやけど。そうやね。あれ絶対に俺は許さんけどね。できます、できるよな。ちょっと待って、俺らかぼちゃ持っとるっけ。かぼちゃ持ってねえと思うよ。かぼちゃないよ。意外とねえと思うよ。俺らかぼちゃ持ってなくない。かぼちゃないね。というかさ、廃校に種残ってねえの。かぼちゃあったかな。ワンチャン可能性は。なんかこの間廃校探してた。ああ、ありましたね、それは。廃校とりあえず今前のところ来たけど、残ってないな。ほかなかくら廃校ってどこの辺で見つけたっけ。アニキーズがどっかで見つけたっけ。僕が個人的に見つけたやつですね。うん、ことはもう座標もバッチリやな。そうやね、もちろん。僕はも持ってましたもんね、この前。そうそんな自慢だけして、見つけたって自慢だけして。うん、そんな、だってアニキーさんよ、小道。あー、そら申し訳ないわ。そんなわけないやん。そんなわけですね。そんなゲスなことしないよね。そう、アニキーさんをちょっと、それは舐めすぎ。そんな程度の低いことはない。程度の低い。このからか、まず見つかるかどうか。いや、見つかるさ。そうだよね、僕らなら見つかるさ。何その少年漫画みたいな展開。あ、なんかちょっとゾンビピークマン来てる。僕がもう成敗。ふぎふぎ、分かったかお前。倒した後に見抜くんじゃねえぞ。じゃあ存分に案内してもらおうじゃないか。うん、行こう。普通に今チークじゃないですか。途中で曲がって、あともずっとまっすぐ行くだけなんですよ。あれで確かスポナーのところに看板まで書いておいた。あれもう、兄貴の HP はゼロですよ。やべ。死んじゃう。さらに追い打ちをかける。弱ったよ。やべ。大丈夫か、俺。多分、ここだと思います。ディ。やべ、緊張してるな。ディ。お前が好き。あ、ほら。はぁー、かぼちゃ歌である。マジでナイスニキー。ナイスニキーやん。入り口にすぐ。え、もうちょっとなんかさ、ミスがある。え、ちょっともうちょっとめくるめく冒険みたいなのないの。いや、さ、もうたぶんある。え、これ
ょっともうちょっとなんか尺的な感じでさ、もっとなんかうわーとか、なんかうわここに毒蜘蛛とか、あるそういう展開とかないの？いきなり全部ある。なんか複雑な気持ちやおね。ハニキーズやっぱ座標いらずだったな。本当だよね。お信じとったよ。ね、信じとったよね。いや、ヨシさんは全然。全然。俺だけは、ね、めちゃめちゃ信じとったよ。そうですね。ハニキーならやってくれるっていう。入るよ。おーい。あ、なんだこの、あ、ダイヤが。ダイヤで閉じられている。なんだこれ。何これ高級な幸せだ。あ、しかもなんか新レシピ解禁。はい。解禁。解禁。何この地味な嫌がらせ。ここなかった。じゃあちょっとかぼちゃとスイカ農園作りますか。あ、いいね。農園どこに作りましょうかね。どうしようね。まあ、でもこっちす、どうしようなよ。そうだな、ここ空いてっからな。ここもういらんよね。でもこれ釣り場、あ、だからクソ釣り場、クソ釣り場はクソ釣り場を壊して農園にする。そうですね。うん、そうしようか。長細い方がいいな。長細い方、長細くしていくわ。じゃあ高さがいらんな。でもそんなにな。まあそうですね。まあ、ただこう開放閉鎖的であればあるほど、ね、なんなの。ね、楽そうやろ。楽やけど一応牛の高さに合わせるのかなこれ多分、ね、あ、そうっすよね。そうだよね、ここまでにしよう。もうここまでにしよう。そこまでね。端っこここまでにしよう。キリがない気がするから。キリはないね。誰かが言わないといけないから。勇気を持って。はい、ここまでにしよう。了解了解。ここまでにしよう。これ牛よりも高いよ。そうだね。もう牛さん、そこまでにしよう。ちょっと頑張っちゃったかも。もう牛より高いよ。牛の削らなきゃいけなくなるよ。あ、そっか。はい。あ、やりすぎちゃった、ちょっと。ついつい。ついついちょっとね、やりすぎちゃった。誰かが、ほんと、止めないとこうなる。そうだね。やったー、やったー。てかダイヤどうしたの。さっきのもしかして、え、さっきのダイヤ使ったの。さっきのダイヤまた取ってあるんで別のダイヤです。それいや同じだろ。同じだけ数はなく、いや取ってあるんで、あの、はい、大丈夫です。大丈夫。なんか騙されてね。なんか詐欺にあってねこれ。なんとなく、はい、大丈夫です。あ、本当、はい、そうかそうか。あ、そっちはやらなくていいです。あ、そう、いや、ね、あ、逆一列だけ。あ、こっちね。で、こっちは踏んでる。あ、ごめん。消えるんすよ、種が。消えるの。もったいねー。悪い悪い。消えるんだね。消えるんだよ。この状態で殴ったらいい。うん、と思う。あ、そうなの。消滅ですね。へぇ。で、兄貴ズ。そうっすね。よし、これでオッケーね。あれ、俺だけなんかズボン履いてなくね。あ、ほんとや。言ってよ。恥ずかしいやつや。あれ、脱がされてるやつ。脱がされてる。履いてねえや。誰。体育の時間に隠したの誰。下半身の解放感が。やめてくれよ。ずーっと今日1話あるじゃない、下半身の解放感。ほんとっすね。誰も言ってくれへん。ほんとね。もうエンディングですよ、エンディング。ほんとだね。下半身解放、大解放中。よっしゃ、種あったーって時も下半身恥ずかしい。ブラウザーバックして見てもらえれば。じゃあ、うん、最後なんで、じゃあ、アニキーズが、はい、コメントを。どうぞ。大根地雷シールドさんから、ヨシズラビリンスの地下バージョンを見てみたいなと。おお、なるほど。ラビリンスを半年ぐらい前けどもね。かなり前。作れるかなっていう。そうね。うん。あの時の情熱がまだあるのかな。すごい心配。気持ちにムラがあるからね。ムラがある。あの時はいいけどみたいな。そうだね。小道に付き合い長いからよく知ってる俺の気持ちにムラがあること。最近もう裏倉もせんが。久しいんでもう。そうだね、裏倉の腕が鈍っとる。鈍い、裏倉の腕って。気持ち作るところが始めなかった。そうなんですよね。でも、バイクだって気持ち作るところからなんですよね。そうなんだよね。でもまたなんかラビリンス作ったらその中でゲームとかもね、できるかもしれないから、ちょっと考えてみます。
ワイキーズここ高安の緑よ。あら俺持ってないわ、クワ。よっそー、うん、ほら、はい、おぉ役に立ったね、よっそーとかこの犬黒もたまに役に立つ。すげー、たまには役に立つ。それでは、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いって俺じゃないよ、ね、いや、ヨッサンですね、今。え、そう、ヨッサン。え、だって俺こんな遠くだよ、これ。アニキーズやろ。だよね。あ、俺か。判定、判定願うわ、マジで。ビデオ判定。ビデオ判定しましょう。ビデオ判定しよう。Thank you.